身当たる人氏は、昭和時代の朝鮮人日本兵。第二本帝国陸軍少佐、大韓民国陸軍中将。創始改名時の日本名は、平山勝俊。氏。日本統治下の慶城府で生まれる。父は、陸軍少佐の新安比で。1940年2月、陸軍士官学校卒業。同期には、後に、 沖縄戦における集団自決の日本軍関与が裁判で問われることとなった、渡嘉敷党の守備隊長、赤松義美次また、ザマミ党の守備隊長、梅沢博史の二人がいた。陸軍科学学校法兵科に入学し、高等軍事技術を習得後、1943年8月付で、陸軍重法兵学校共同体に勤務。1943年12月。 方兵隊員。1944年6月22日、陸秋光第310号で、動員編成カレー。6月25日、独立重方兵第100大隊仮編成完了、小隊長となる。6月26日陸秋光第333号で、第32軍に配属。七月十一日、沖縄機、平山隊、国神市隊に派遣決定。 12月16日、第9師団抽出に伴う第32軍編組により第1中隊長となる。沖縄戦に第24師団砲兵大隊長として配属される。1945年4月11日米軍が国神主体主人地への攻撃を開始。新王金は米軍に対する砲撃を受信するが、うっとし隊長が却下する。 これ以降も重砲は一度も放たれることはなかった。4月14日、米軍によって、ウト部隊主人地の一角が占領される。4月16日、ウト市隊長、遊撃戦実施のため谷代岳への転身を命ずる。4月19日、平山隊が谷代岳に到着。4月23日、米軍、谷代岳を追撃。4月24日、平山隊。 国上東海岸の安波へ撤退。4月28日、平山隊、仙ろに内服地で米軍の一隊と交戦。その後、安波の国民学校に到着。6月10日、新王金、陸軍少佐となる。その後、司令部との連絡は途切れる。6月23日、第32軍司令官、牛島光中将自決。1945年6月。 6名の部下と共に、伊勢名島へ渡る。終戦後も、木名正明は、スパイ容疑をかけられ、平山隊長によって射殺されたと遺族の証言にある。実際には、1944年から教師として、潜伏していた陸軍中野学校出身の特務教員だった、西村や駐在院、その他の敗残兵。 西村が率いていた地元の青年団など多くが入り乱れた状態にあったことが数々の証言から浮かび上がってくる。終戦後の1946年、連合軍軍政下の朝鮮に渡り、後に大韓民国国軍が創設されると将校となった。砲兵司令部を設置し、砲兵兵下を開拓して、韓国砲兵の父と呼ばれる。この時期、 日本陸軍士官が広大57期生でもあった、牧生機との交流もあった。1948年7月、航空二等兵として入隊し、東英物付補佐官として、国防法、国軍組織法の総案に携わった。同年8月、任意勝同年11月20日、陸軍本部後国軍無室長。1949年3月13日、兵器官。 1950年3月に、実務教育団長として、土日、同年6月に、朝鮮戦争が勃発すると帰国して第1、野戦砲兵司令官として、砲兵の増強に努めた。1951年、米国の砲兵学校卒業。1952年5月、少々。同年11月、陸軍本部、行政参謀副長兼企画参謀副長。 1953年、第三師団長。1954年6月、国連軍総司令部派遣官国連楽省公団、長。1956年からアメリカ陸軍式幕僚大学に留学し、翌年6月29日に帰国。1959年、中将に昇級。1959年、トルコ大使。1960年、 4から19革命が起きた後の9月1日昼、近く、政府は、トルコ大使の辞表を受理し、11月30日、国防部次官補に任命される。牧政キラによる5.16軍事クーデターに加勢。1961年に国防部次官、7月に、西ドイツ大使に任命された。1963年8月、ハーバード大学特別研究院。 1964年10月、外務部外交研究委員長。1966年9月、韓国科学技術研究所副所長。1970年8月、国防科学研究所長。ありがとうございます。